よし、少々お待ちくださいね。よし、オッケー、オッケー、オッケー。よいしょ。お疲れ様、おつばくにゃん、つかまさん、チョコメールさん、アクロスさん、ゼロさん、おみくちゃん、はたおさん、パルさん、ゼロス、あ、言ったね、としかずさん、よしまつさん、プラパさん、おつばくにゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、よいしょ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、なりさん、くまさん、こんばんは、おつばくにゃん、あら、かわいい近距離、近距離、近距離、あ、ちょっと前髪がボサボサだから、ちょっとあまりよろしくないですね。ちょっとレッスンやってきてから前髪がボサボサになってしまいました。わーい、アップルパイさんもハートくれたの、ありがとう。みーたんさん、ペンライト、紫ペンライトありがとう。おみくちゃん、ハートありがとう。KTAK さん、こんばんは。リコンプさん、おつわかにゃん、やっほー、おつわかにゃん。今日は昼全然行けなかったから待ってたよ、ほんとありがとう。夜勢だもんね。レッスンお疲れ様です。あ、お疲れ様、お疲れ、お疲れ。はい、頑張ってまいりました。レッスン頑張ってきました。てるさん、お疲れ様、お疲れ。いちやまさん、おつわくにゃん、おつわくにゃん。そう、わかのにゃんと同じ夜、いや、夜勢ね、夜勢なんですよ、本当に。てるさん、おつわくにゃん、おつわくにゃん。パルさん、わーい、こまさん、ありがとう、ありがとう。アップルパイさん、だるま、ありがとう、紫だるまだ。すごい、もう団子って言わなくなったよ。ちゃんとだるまって言えるようになりました。リコンプさん、レッスンおつ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、頑張ってまいりました。パルさん、音符ありがとう。はい、夜ご飯を超特急で食べてまいりまして、お腹いっぱいです。今すごくお腹いっぱいです。はい、夜ご飯何食べたでしょうか、クイズ。何食べたでしょうか。絶対当たらないと思うけど。何を食べたでしょう。教えて。予想。おにぎり？ブブー。サムギョプサル。ブブー。サムギョプサル食べたことないな。サンドイッチ。ブブー。野菜炒め、ブブー。サラダスパだね、ブブー。全部違います。絶対に当たらないって言ったから、ちょっとみんな王道じゃないやつを言ってきてるね。お寿司、ブブー。キンパ、馬刺し、冷麺、ブブー、全部違う。今来た。あ、ヒロさんまた来てくれた、ありがとう。お昼も来てくれてたもんね。3時半起きなのに配信始まったから来てる。3時半、え？朝の3時半ということですか？それは。当てたいもん、わら。味噌煮込みうどん、あー、でもいい線いってますね。味噌煮込みうどんいい線ちょっといってるかも。ミント、ブブー。冷やし中華、ブブー。オムライスだな、ブブー。味噌煮込みうどんがちょっと惜しいくらい。さあ、皆さん考えてください。何でしょうか。じゃあヒント言うと、まあ、味噌煮込みうどんが惜しいから麺類ですよね。だいぶヒント
だけど、プラスあのね、今日はコンビニで買ったご飯でした。コンビニで買えたものです。何でしょうか。いつもはねそこら辺にあるお弁当屋さんの弁当とかを食べるんだけど、今日はちょっとねいろいろありまして、コンビニ飯でした。あ、上にいっぱい、あ、待って上にいっぱい来てるの知らなかった。ラーメン、ほうとうカレーうどん、ブブー。今日東京でゴミ拾いしてきて、おーすごい、いいボランティア、いいことですね。ありがとうございます。地球をきれいにしてくれて。旅行行くから早起き、そういうこと。あ、そういうこと。それは寝なきゃだよ。それは寝ないとじゃないですか。いい線いってるの。うん、なんかそのそういう感じだね。あんかけそば、ブブー。鍋焼きうどん、ブブー。味噌ラーメン、ブブー。そうめん、ブブー。おそば、ブブー。かけあぐどん、ブブー。コンビニ二郎、ブブー。ちゃんぽん、ブブー。あーのコンビニ二郎もちょっと近いかもな。当たるのかしら。サンドイッチ好き？サンドイッチ好きだよ。たまにコンビニで買ってお昼ご飯とかに食べるサンドイッチ。かわいい。やった、ありがとう。パスタ、うーわー、ラリーさんハートありがとう。やったー。乳麺、ブブー。明太クリームパスタ、ブブー。関西のおっさん、こんばんは。こんばんは。レオさん、こんばんは。こんばんは。二郎系ラーメン、ブブー。冷や中華、ブブー。サラダうどん、ブブー。なかなか当たりませんね。もうわからない。サンドイッチって見た目おしゃれだよね。そ、おしゃれかしら。まあ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 、おしゃれなピクニックとかサンドイッチあるもんね。そういうことだよね多分。みやびちゃんは今日二郎系ラーメン食べたって言ってました。そうなの。ジロー食べてからレッスン来てたの、みやびちゃん。アップルパイさん、尊いだって。ありがとう。尊いかしら。6つ。焼きうどん、ブブー。かきたまラーメン、ブブー。お、正解が出ました。正解が出ました。ナリーさんの魚介豚骨つけ麺、ピンポンピンポーン。当たった。すごいすごいすごい。魚介豚骨つけ麺でした。ナリーさんおめでとう。さすが、さすがですね。ちょっと素晴らしいので、ボードに、ホワイトボードに書きますね。8月14日ワフニャン、バカにある夜ご飯クイズ。夜ご飯クイズ、夜ご飯クイズ、正解なんて書こう。夜ご飯クイズ、ナリーさん、正解。8月14日夜ご飯クイズ、ナリーさん正解。やったー、イエーイ。やったー。ちょっとライトがすごい反射しちゃう。ピンポンピンポン。パルさんハートありがとう。おつわくにゃん、ケイトさんおつわくにゃん。レッスンの後みたいです。レッスンの後に二郎系食べたの、すごっ。コンビニある麺類がよくわからない。まあいろいろあるからね。アップルサイパン、あー間違えた。アップルパイさん、パチパチありがとう。拍手、すごわら、すご。お
昼食べたからね。そうなの。じゃあ一緒だね。一緒のもの食べたね今日は。味まで当ててる、すごい。おめでとうございます。おめでとうございます。かなちゃんこんばんは。まさきさんこんばんは。ありがとう、来てくれて。かわいいイベントだね。夜ご飯ってクイズ楽しいかもしれないね、意外と。あんなったらおーってなる。アップルパイ難しい。難しいね。魚介豚骨つけ麺は難しいね。でも結構好きな人いるくないこれ。毎回やろ、いつか当てるから。あり。夜配信の毎回恒例夜ご飯ってクイズ。のめたさんはいっぱいハートありがとう。やったやった、いっぱいだ。富田のやつか。いや富田のではなかった。なんかよくわからん、知らないやつだった。前食べたことあるかも。ほんと？なんか大体どこのコンビニでもさ、魚介豚骨つけ麺のなんかあるよね。初代王者ってことで。うん、初代王者ナリーさんです。ね、おめでとうございます。魚介豚骨つけ麺当てたのすごいな。たまたまね、今日食べたからってことで当たったけど、さすがだわ。よいしょ。1、分からん、読めない。でもこれだったような気がする。1なんたら、畑尾さんが言ってくれてるやつ。なんて読むんだろう。チョコミルさん音符ありがとう。第2回こそは。よろしくお願いします。みんなご飯、夜ご飯あってね。こんばんは。まゆゆ神吉さんこんばんは。すごい名前だ。まゆゆね。さあ、あ、ローソンなら多分一等だと思う。ローソンじゃない、ファミマで買った。ファミマで買いました。じゃあそれじゃないかも。なんかそれっぽい字が書いてあったけど違うかもしれない。あ、そう、あの昼の配信でも言ったんだけどさ、イヤホンさ、あのオンラインで買ってさ、明日届くみたいだから、明日の夜の配信は多分カラオケ配信とかができると思うんですね。明日の夜から、はい。だからまあまあやることがちょっと増えますね。じゃあ違うね、違ったかも。何だったんだろう。ゴミ箱は去れば見えるんだけどさ、ちょっと、まあ、リビングのゴミ箱にしちゃったからちょっとまだ見れないです今。お、カラオケ配信楽しみ。おー、ねちょっとね、あんまり本当に何回も言ってるんですけど、あんまり歌うの上手じゃないので、ちょっとね、あの優しいお気持ちで見てくれればと思います。お昼ぶり、あ、リナザウルスさんお昼ぶりありがとう、来てくれて。またファミマならガンシャって読みます？なんか冷凍のやつ。明日お仕事早いので寝落ちしないように頑張ります。いいよ寝て、いいですよ寝て。あー、お仕事早いなら寝なきゃ。睡眠不足はよろしくないよ。髪の毛くるくる。ここね、後ろの髪はもうただ結んだだけだから、変な、見て、変な寝癖ついてる。なんだこれは。今日の昼、お昼の配信やってからさ、バタバタで髪の毛結んでレッスン行ったから、ちょっと全然凝ってないんですけれども、結んでここもじゃん、間違えた、結んだだけだけど、意地でも寝ませんわ。そうなの。でも私も今日はちょっとね、
ちょっと眠たくなりつつあるから、ちょっと早くお風呂に入ってさっさと寝たいので今日はちょっと1時間しかやらないから、終わったら寝てね。ガンジャ、ガンジャらしい、すごい名前、ガンジャだったのかな。お昼見れなかったからね。うん、お昼ね、めっちゃいっぱい初訪問の方来てくれたんだ、びっくりした。やっぱ夜ってまったりなんだなって思ったそう、もうね、コメントがね、もう初訪問の履歴で埋まっちゃって、全然コメントがどん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 流れてっちゃってさ、あ、読めない読めないってなってたんだ。お昼終盤人いっぱい来て、その上10万ポイント達成してバタバタだったもんね。そう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 、なの、畑尾さんがね、そう、タワーを建ててくれてね、そう、あといっぱい見に来てくれてて、そう、いろんな方がで10万ポイント達成してね、そう、お昼にすごい盛り上がったんだお昼初見さんマークめっちゃいたね、めっちゃいたよね、お昼すごかったよね。もう初見、もうなんかコメント全部初見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 みたいな、すごいいっぱいついててびっくりしたんだ。10万ポイント本当におめでとう、やったー、見かった、その盛り上がり見たかったな本当にこの夜とは全然違う感じでね、途中から急になんかどん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 初訪問の方がいっぱい入ってきてくれて、すごかったんだ、お昼びっくりしたもん私。おめでとう、ありがとう、みくちゃん、おつぼくにゃん、あー読めない読めない、おー、大和芋なでこわかんないや、おつぼくにゃん、わーい、初訪問の方がちょこちょこ来てくれてる、ありがとうございます。 AKB 様さん、こんばんは、こんばんは。お昼は爆睡してたから行けなかった。あ、そうなのまあ爆睡も大事だよ。3分に1回ペースで自己紹介してたりね、そう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 、本当にずっと自己紹介してた、初訪問履歴がありすぎてちょっと言わないとなと思って、めっちゃめっちゃ自己紹介してた初見です、かずきさん、お、ありがとうございます、初見ありがとうございます。じゃ今日も昼な感じで自己紹介をしてみますね元 NMB48 の山田奈々さんがプロデュースをしている全ての瞬間は君だったというグループのフェアリーパープル担当、小湊若菜です、若菜です、よろしくお願いします。8月24日 ZEP ナンバーで開催される大阪かわいいフェスで初お披露目ライブが開催され、ありますので、お時間ある方はぜひ見に来てください。でこちらのライブ、すべきみお目当てで来てくださった方には入場特典で、すべきみメンバー全員の直筆サインが入ったポストカードがもらえますので、そちらもぜひって感じで、はい、自己紹介をいっぱいしてたのお昼ね、だよね、見ててくれた方はお昼ね、昼放送の最後の初見祭りすごかった、いや本当にすごかったよね、本当にびっくりしちゃったもん。 YKO さん、初見です、ありがとうございます、初見さん嬉しいです、コメントをくれるのが嬉しいです、とってもキラ終了、ありがとう、いつもありがとう AKB 様さん、見たかったすぎたおみくちゃんはお仕事だっただろうからね。大阪などでこれからライブしっくり行きます、そうなの、ありがとう、わーい、わーい、いっぱい大阪であるから来てほしいです。見たよお昼、わーい、もうさ、その初見祭りがすごくてさ、もう誰がいたかもさ、ちょっともう曖昧、もうちょっと記憶が曖昧なくらい、その初見祭りがってかすごくてそう、それに全部記憶持ってかれちゃって、そうなの、すごかったですねお昼は。だから明日からもちょっとお昼早起き頑張ってやりたいと思ってます。ちょっと今さ、これショールームイベント、
あのすべきみのショールームお披露目イベントがさ、いろんな人にすべきみ知ってもらおうねっていうイベントだからさ、そう夜はあのアガニャンのこと好きって人がいっぱい来てくれる枠なんだけど、お昼はちょっといっぱい知ってもらおうと思ってお昼もやろうと思います。昔のオーディションので知ってたから大阪でアイドルになってくれて嬉しい。あ、そうなの？わーい、やっと慣れたよ。大阪ですね。まさか大阪に住むことになるとは思ってもいませんでしたね。もう東京しか考えてなかったから、この前までも東京あたりいたし、で住んでたしに、福岡から出てきて東京に出てきて大阪に出てきました。あっちこっち行って大阪でやっとアイドルが決まってですね、頑張りますよこれから。よろしくお願いしますね、応援を。で今日さ、昼来てない人にもあれ言うんだけど、今日カラコンをさ変えてみてさ、気分転換で今日グレーなんだカラコン。ちょっといつもと違うでしょ。いやもうちょっとこのカラコン乾くからさ、すごいシパシパしてる今。大阪で頑張ってや、頑張る、応援よろしく。かわいいかわいい、やったやったやった、10万、あ、無事10万ポイント達成できてよかったね。お昼すごかったよね。いや本当に嬉しいな。私だけさ全然達成まで程遠かったから、昨日までめっちゃやばいって思ってたんだけど、そう今日のお昼配信でやっとみんなのおかげで達成できました。ありがとうございます。グレーだ、そうグレー、今日はグレーにしてみた。前まではねずっとこのカラコンつけてたんだけど、そうグレーのね、水光カラコンとか言われる感じの。だけどちょっとグループの雰囲気にちょっとだけ合わないかなと思って黒のカラコンにしてたんだけど、ちょっと久しぶりにこれがつけたくなってしまいまして、つけました。芸能の仕事だけやねんな、大阪を通り越して東京に行くのは。うんうんうん、そうなんだよね。普通の仕事だったらね別に地元で福岡で全然良かったんだけど、ちょっと芸能系になるとさやっぱ普通は東京に出るじゃないですか。だからで、東京に出てた、アイドルになるために東京出てたんだけど、大阪で決まりました。前にストーリーで教えてくれたやつ、そうあれですね、グレーのなんだっけ、オーレンズのビッググロイグレーですね。今日もこれさメンバーの子にそのカラコン何って聞かれた。かさねちゃん30万ポイントいったよ。そうなの、そうなの、いいね、すごいね。かさねもいっぱい配信やってるからね、朝からとか。朝はね私がちょっと起きれないものでして、本当に頑張ってもお昼ですね。頑張っても昼になっちゃうんですね。九州の人間が就職するのは関西がめちゃくちゃ多いよな。そうなの？私のね周りの子はね全然大阪いないよ。東京だから、東京がもう地元の人ばっかりで、東京行ってる時はその福岡の友達何人かいたから遊んだりできたんだけど、大阪に来てる子誰もいなくて、私の周りの子が友達とかがいなくて全然友達いない、大阪悲しい。そう誰も友達がいない、だからメンバーくらいしか本当にね喋れるような人がいなくてですね、お出かけとかもさ
大阪と東京で住み心地違う？まあでも住んでるところがだいぶ雰囲気違うから何とも言えないけど、大阪虫が多すぎあのこの前さ、なんか蚊に刺されたみたいなポストしたじゃないですか。あれからまた何か所か刺されて超かゆいんですよ。もう本当に腕と足と本当にやだ。かセミもね、カナブンとかカメムシとかさなんかすごい福岡、実家よりも多い本当に多くて、ちょっと虫に困ってます。私は今大阪で、なんか福岡住んでる時もそんなめちゃめちゃ田舎とかじゃなかったから、別に今住んでるとこもめちゃめちゃ田舎じゃないんだけど、なんか虫が多い気がする。九州出る子はそうやで、九州出る人が関西多いってこと？配信してると寝るの遅くだもんね。そう、いつも夜やるからさ、これお昼にも言ったっけ、なんかお風呂入ってから、お風呂入るのも長いし上がってからも長いから、髪乾かすのも時間かかるし、いろいろ全身に塗りたくるから、クリームとかスキンケアとかでめっちゃ時間かかるから、寝るのがめちゃめちゃ遅くなるんですよね。だから朝が起きれなくって、夜やってこうやってやってると、お風呂出てきた、早っ早っ、お帰り。採用活動で最近九州に行くけど、どうせ出るならって東京行くかが多いって、学校の先生言ってたよ。ああ、そう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 、どうせ出るんだったら東京行くってなるよね。福岡ってさ、まあなんだろう、ある程度あるわけよ福岡って。だから福岡から出るなら東京くらいしかないよねって思っちゃう。私もなんか九州って言っても、なんかどこだろう、九州の福岡以外、だから鹿児島とか宮崎とか熊本とかの人が福岡憧れて福岡に来るとかは結構聞くけど、福岡に住んでる人はもう福岡で満足しちゃ、満足というかあれが普通になっちゃってるから、それ以上を求めて東京に行く人が多いんだと思う。私あんまり蚊に刺されてないや。いいなぁ、なんでこんなに刺されるんだろう。本当にさ、ここ数年全然刺されなかったのに、もうめちゃめちゃ刺されてる。もうなんか痒い、本当に痒い。おつわかにゆうたというさん、おつわかにゃん。そんなに虫の量違うんや。なんかすごい多い。いつこんなに刺されてるんだろうってくらい刺されてる。おみくちゃん、ハートありがとう。オーディションの時は大阪まで行ったんかな。そうだよ、東京から大阪に来てオーディション来ましたよ。大学からの就職の7割は関西に就職するんや。え、九州からってこと？九州の大学からのってこと？え、そんな7割も関西に行くの？本当？福岡の人って福岡大好き人間だよ名古屋は最近暑すぎて全然蚊に食われないよ。暑すぎてもう蚊も動けてないんだ。それいいよね。それ良くないか、自分も暑いからえ、こっちも暑いのに普通に蚊に刺されるんですけど、なんで？早起きだから配信聞きながら寝ます。おやすみ、いつ寝てもいいからね。バイバイ、明日頑張れ。早起き。名古屋本当に買いない。いいな。コメントできなくなるからごめんね。全然いいよ、おやすみ九州から出る人はな、あ、九州から出る人の7割は関西ってことね。なるほどね。今髪染めてる
試し塚です髪染めてるの何色に、何色から何色に染めるの。それは東京かあんまり見ないですね。えでしょ、東京っていないじゃんあんまり。福岡もそんなめっちゃ多いこともないと思うんだけどさ、なんか大阪めっちゃ多くない？そんなことない？大阪に住んでる方本当やで、めちゃくちゃおるから。そんな関西行くんだみんな。関西、私は関西より東関東に出たかった人だったからな。まあ一回出たからもういいんだけどね。でもまあ東京の方が売れたら東京行きたいね。茶色から黒だよ、明るくしすぎて職場で怒られるの。なるほどね、偉いですね、偉いですね。まあ私はもうずーっとほぼ黒だから、髪色とかは全然あれなんだけど、一回茶色にした時あって、二十歳くらいの時かな、似合わなすぎてやっぱり黒に戻したなんか黒飽きて、ずーっと黒だから飽きちゃって、一回茶色にしたことあるんだけど、やっぱり似合わなくてやめちゃった。なんかすごいね、なんか似合わなくて、なんかなんて言ったらいいのか分かんないけど、そう似合わなかったんだ。てかさ、いつもさ、今日いたっけ、今日来てたっけ、いつもさ、ちょっと待って、あいる、いつもゼロさんって方がさ、全然関係ないんだけど、いつもこんばんワッフルっていうたびにさ、私はワッフル食べたいって言ってるじゃんだから買ってきちゃったワッフル、食べたすぎてファミマでワッフルだと思って買ってきちゃった。ワッフルが食べたすぎて、でもちょっとご飯食べたばっかりだから、もうちょっとまだ残しておくんだけど、ちょっと買っちゃったっていうお話ですだから大阪の友達、あ大学の友達いたら普通にいるはずなんやがな。あの大学行ってないから、はい私専門学校なので行ったの、大学行ってないから大学の友達がいないんですよ専門学校の友達も誰一人関西行ってないから、みんな福岡か東京だったから、いないんですよ。そもそも私友達があまりいないので、数があまりいないので、そうなんですよね。黒がとても似合う若にゃん、でも茶色の時めっちゃ見たい。やった、黒似合う、嬉しい、黒好きなんだ。茶色の時ね、なんか漏れてる写真あったら載せてもいいんだけどさ、漏れてるやつがあるかなって感じ。あんまり自撮りしてない時期でさ、一回そのアイドルを諦めた時期でもう無理だって諦めた時期が一回あって、その時に茶髪にしてたから全然自撮りとかもしてなくて、そうな、普通に社会人のように働いてたから全然自撮りとかなくて、ちょっとあれなんだけど、おつわくにゃん、にゃおくなあ、おおきいさん、おつわくにゃん、にゃおきさんとか言おうとしてた自分は今パーマで茶髪だから医療職だと怒られちゃうよね。ああ医療職か、医療職なら確かに茶髪をなんか言われそうだね、大変ですね。肌白いから黒髪が似合うね、やったありがとう買ってたわら、そう買っちゃった、ワッフル、ワッフルいいな、いいでしょ、お腹すきますこの時間は。そっか、もうみんなお昼ご飯食べ、あお昼ご飯じゃない夜ご飯食べてもう時間ある程度経ったからね。私はまだ夜ご飯食べて1時間とかだから、まだあんまりお腹空いてないんだけど、またみやびちゃんが来てる、ハートありがとうね二郎系ラーメン食べたって聞いたよ、夜ご飯に。黒子さんキラキラありがとう。おあかにゃん党が16人になりました、だってやった、どんどん増えてて嬉しいわ
残念やな。そういないのだからお友達が残念ですね本当に。おみくちゃんハートありがとう。え、ファンマ増えると人数表示されるの？え、なんかファンマというかなんかレベルがなんだっけ、ギフトかなんかで送ってると、なんか送ってるとレベルが上がるらしくて、私の皆さんの私のレベルって言えばいいのかなレベルが上がるらしくて、そのレベルが上がったらそうワカニャン島になるんだ、入れるんだけど、それが16人に今増えたらしいですね。はい増えました。すごそうなんだ、そうらしい。そういうね、なんかファンクラブじゃないけど、そういうなんかポイントでファンクラブ的なのになんか入れる機能があるらしくて、ショールームに。私もあんまり詳しくないからさ説明しにくいんだけど、友達は量より質や。そうだよ、私もその派だ、それ派だから。友達はそんな数はいないけど質を求めております。質を求めております。そういうことなのか。そうなんかあるらしいのですね。やっぱり夜はまったりですねお昼忙しかったもん、すごく。本当にね、ずっと自己紹介してた。あ、いっぱい来た、自己紹介しますみたいな夜はまったりでいいですね。金髪に近い髪色でです。あれ、そんな感じなの？ギャルママじゃんギャルママイエーイって感じじゃん金髪したことないな。ハイトーンにそもそもしたことなくて。そうなんかさ、めっちゃさシルバーの髪みたいなやってみたいんだけどさ、シルバーめっちゃやりたいんだけどさ、シルバーって一瞬で色落ちして金に戻るしさ、めちゃくちゃ痛むじゃないですか。だからできないんだよね。めっちゃハイトーンやりたいんだけどさ。ギャルではないよ。いや、金髪ママはギャルだよ金髪ギャルはママでしょ。あ、間違えた。金髪ギャルはママでしょって何金髪ママはギャルでしょうだよね。何言ってんだよね。痛むよね。そう、普通にカラーしてただけでもめっちゃ痛んだから、ハイトーンなんてやったら終わります、私の髪の毛は。本当に宿毛矯正もね定期的にかけてるから、あの私あのクセっ毛というか、もう普通に天然パーマみたいなクリンクリンちゃんなので、もともとマジ普通。そうなの髪染めたことないけど学生時代毎回地毛申請出してた。あー、明るかったってこと？地毛があるよね、そういうの。高校とかってなんか地毛申請とか意味わかんないよね。何それって感じじゃない？私もさ、クセっ毛申請みたいなの出されたの。なんかやめてほしいよね、ほんと。私さ、めっちゃ普通にクセっ毛なんてさ、コンプレックスみたいなもんじゃん、みんな大体さ。まっすぐの方がみんな割と好きじゃん。なのにコンプレックスをわざわざ私はクセっ毛ですみたいな申請出されてさ、あれやだったな。何の確認だよみたいな。薄々前髪また見たい。薄々前髪ね。あの、そう、私さ、そのクセっ毛というか天然パーマだからさ、内側がめっちゃ強くて、癖が薄々前髪にするとすごい、その癖がすごい部分が一番外に出てきちゃうから、もうすごいことになっちゃって、あんまりね薄前髪にはしたくないんですけど。
そう、なんかアイロン、まあ、アイロン通してすぐとかならいいか、配信のためにだけとかならいいけど、でもちょっと今私眉毛ね、ちょっと眉毛サロンに行こうと思って、今ちょっと眉毛があまり今綺麗ではないので眉毛サロンに行ってからじゃないと薄々眉髪にはできませんお水だよ。基本お水しか飲まない、お水か野菜ジュースしか飲まないから、いつもお水。幼少期の写真持ってこさせられるの、そんなのあるの。そこまではさせられなかったけど、そんなのあるんだね。なんかね、学校ってさ、意味のわからない校則とか本当あるからね。癖毛申請なんてあるの。そう、出されたの、ママとさ、ママが天然パーマで、ママの遺伝だったから、ママとさ2人でさ、なんだよねこの申請とか言いながら言って出したんだけど、なんだよこの申請って。直毛だから分けるか分けないかの2択。え、分けるか分けないかってどういうこと？どういうこと？直毛羨ましい。今は多様性の時代だからね。ね、本当にあの理由のない校則は早くなくしてほしいですね。待ちますか？ありがとうございますいつかやりますね、うすうす前髪。健康的でしょ。そう、あんまりお茶もさ、なんか私歯がさ、すごい結構色がつきやすい人らしくて、歯の色が。でお茶とか飲んでるとさ、なんかどんどん黄色くなりそうで嫌だから、水ばっかり飲んでる。あと普通に水が、あの何にも味がしなくてごくごく飲めるから、水ばっかり飲んでる。私明日眉毛サロンだ、思い出したそうなのよかったね、思い出して眉サロやっぱ行くよね。眉毛大事だからね。だからそう、早くちょっと綺麗にしたくて。だから近づきすぎちゃうとちょっとね、眉毛が若干見えちゃうから、あんまり近づきたくなくてパトカー走っとる。あ、聞こえた走ってたね。高校の入学式で髪明るすぎて注意の赤髪をされた。何それ、なんだよそれ、怖。お店とかも変わり始めてるしな。何が前髪のこと、やばい。何の話だ、前髪のこと。あ、直毛すぎてね、こうもうパッて分けるか、もうさってそのままにしとくかって話ね。どのメンバーか忘れたけど、1日5リットル飲むって言ってた。5リットル？アリスかな？アリスはめっちゃ水飲むって聞いた。めっちゃ水飲みたいって言ってでかいやつ買ってたのは見たけど、あ、5リットルも飲むのは知らない。誰だろう？5リットルも飲む。そんなに飲む？飲みすぎじゃない？さすがに。それ、飲みすぎもダメだからね、お水って。むくんじゃうからね、飲みすぎは。寝たいのにアイマスクが見つからない。あら、アイマスクする派なの？そういう時はもう布団をかぶりましょう。かぶるか、私なんか明るい部屋でどうしても寝たい時とかもこうやってして寝る。自分の腕で暗くして寝る。5リットル？ね、5リットルはやばくない？さすがに。飲みすぎだよ絶対。なんでやねんも聞きたい。え、私からも？いつか言うかなここでは言わないっていう。なんでやねんか言わないね、関西の人ではないので。言うのかな、普通のさ関西の人は言うの、普通に。なんでやねんって。多様性の時代でお味噌も髪色なんでも OK 的な、ああ職場のお話ね。そうだよね。別にさ、なんか茶髪そんなさ、めっちゃさ
めっちゃそれこそ金髪銀髪なんかめっちゃピンク髪とかだったらちょっとあれだけどさ、普通に楽しむ程度だったらね、茶髪とかいいじゃんね。なんかめっちゃ厳しいとかあるよね。飲みすぎ笑アリスちゃんかもやっぱアリスかな絶対飲みすぎだよ5リットルは。絶対むくむって。それ壇上にメンバー2人いるの自分。え、そうなの。どこどこ。ほんとだ。え、アリスいるじゃんアリスいるじゃん。アリスとみやびちゃんいるんだ。アリスのお話今してたんじゃん。お水飲みすぎだよ絶対最近気づいたら電気つけっぱで寝落ちしちゃってる。電気代もったいないから消しないよ。めっちゃ言うフフ1日1回はノルマ的に言う。あ、待って、何のお話これ。あー、なんでやねんね、言うんだ。ノルマ的に関西人のノルマとして言うの。眉毛隠してる。はい、隠しました。ちょっと前髪がそのレッスン終わりでちょっとまばらになっちゃってるからちょっと見えちゃうんで隠しましたみくちゃんハートありがとう。お水飲みます。ちょっと今日レッスンでいっぱい歌った後だからちょっと喉が。確かめっちゃ水飲むのアリスちゃんだったはず。違ったらごめんアリスかな。ちょっと事実確認をしたいですね。2リットルとかなら多分全然推奨って感じなの。5リットルはさすがに飲みすぎではって思ったけど、どうなんだね。おつわかにゃん、アダムヒロキさん、おつわかにゃん、ありがとう。みやびちゃんランキングにいるねお昼もランキングにいたんだよねみやびちゃん今日ようやくアリスちゃんの配信行けた。おお、行けたの、よかったね。私の中でレアキャラのアリスちゃん見に行けてないって言ってたもんね。アリスはね、歌がうまいからね。よくカラオケ配信やってるね。いいよな、歌うまいの羨ましい。本当に私はもう本当にボイトレを頑張らないと。うまくなりたいです。アリスちゃんもだ。そう、アリスもいるのを冗談に。壇上だ、間違えたぜ髪染めるの、髪染め剤塗るの管理を。お疲れお疲れ。ちょっとだけ放置する時間で見てくれるのかしら。やばい、なんか今日喉がなんかやられてる。そういえば電池買った、忘れてたなんか私買わなきゃいけないものすぐ忘れるんだよね。だからいつも買うものを思いついたらすぐiPhone のメモのとこにすぐ書くんだけど書いてないね。でまた多分配信終わったら忘れてるよ電池大事だよね、家に置いとくの。買わなきゃ、ちょっと忘れそうだな。メモ、あ、メモ普通にメモ帳に書いとこう。いつも使ってるみずほ銀行のメモ帳に使わせていただいている。ここにちょっと待って、ね、電池と書いておきます。で iPhone のメモ帳に移動しておきます。ホゲータ出てきた、上手なホゲータマジでこれめっちゃ上手だよね。本当にびっくりしちゃったもん自分でも。よいしょ、ここに電池と書いて、よいしょ、電池、電池、オッケー、よいしょ、
それで忘れないでしょう。ありがとう、教えてくれて。塗ってる間も見たよ。本当ありがとう。こんばんは、ともちんさん、こんばんは。お昼も来てくれてたね、ありがとう。これで忘れないね。忘れないね、さすがに忘れない。ホゲータ視聴者プレゼントで。めっちゃ人気ホゲータ。あら、桜葉ほのかさん、キラキラ、ありがとう。メンバーがいっぱい来てくれるね。やったやった。ほのちゃん、今日はお土産ありがとうね、嬉しかった。私のホゲちゃん。ホゲちゃんって言うんだ。それスマホは絶対見るから、メモは音なしのアラームに設定してる。あー、なるほどね。でも私もなんか予約商品の時とかは絶対にアラームしとかないと絶対に忘れるかな。そういうやつ時は私もやってる。今日マクドのハッピーセット頼んだらニャンコ出たよ。え、ポケモンなの今。いいね、書いてくれてありがとうよ、本当に上手。ね、ちょっとめちゃむずいとか言いながら書いたのに、めちゃめちゃ過去一上手なの書けたっていうね。ホゲータほのちゃん。リノザウルスさんが喜んでる。 KK さん、おつわかにゃん、おつわかにゃん、わーい。みやびちゃん推しかな。メンバーに愛されてるね。ね、嬉しい。配信なくて寂しいっていろんなメンバーに言っております、わら。だってほのかちゃん。ポケモンになったよ。どんなのなんだろう。一応ポケモンのさ、スイッチのさ、バイオレットとスカーレット、どっちだっけ、バイオレットやったのかな、多分バイオレットやった、スイッチので、ニャオハを選びました。はい、福岡ってマック呼び、マクド呼び、マックだよ、マック、マック。スカムさん、ハートありがとう。朝は会えたんだけどね。うん、なんか住んで遊べるような感じのおもちゃ。どういう感じですか。シングスピリットさん、ハートいっぱいだ、イエーイ。よいしょ、歯磨きしてきた。なんかさ、さっきからすごいなんか何かをするたびに連絡してくる彼女みたいな感じのコメントが。お風呂入ってきたとか、歯磨いてきた。水鉄砲とか、へえ、夏っぽいね、めちゃめちゃ夏っぽい。似合う、似合うスタンプ、ケイタさんありがとう。何が似合うのかな、ありがとう。お、ワカニャン党が17人になりました。だってまた一人増えたぞ、やったん。明日は荷物整理する。何の荷物整理するの。それはうちが当たったのは砂遊びできるやつ。へえ、でも今さ暑すぎてさ、外砂遊びとかできなくない、どうなの。もう砂が暑すぎてさ、曇りの日とかじゃないとできなそうだね。パチパチパチ、イエーイ、パチパチ。おー、ともちんさん、いっぱいハートだ、やったー。見えない、ハートいっぱいだ、やったー、ありがとう。何のギフト送ろうと思ってたら間違えちゃった。間違えてニヤを送っちゃったのね。ありがとうね。できない、マジお散歩すら連れていけない。いや本当に危ないよね、本当に。今日もさ、レッスン行くときにさ、歩いてたらさ、ベビーカーに子供乗せてさ歩いてた方がいたんだけども、なんかそのベビーカー乗ってる子もなんかこんなんなっててさ、いや絶対暑いよねと思いながら。日傘、あの、私は絶対日傘差して歩いてるから、まだ日陰なんだけど、その子全然もう普通に日が当たってたから、うわ絶対暑いよねと思って見てた。うわ、ともちんさんがいっぱい送ってくれてる。だるまいっぱいだ、やったー、ありがとう。
スヌースプリットさんハートつけた、ありがとう。あ、てかさ、私45分まで1時間、今日は1時間にしようって言ってたのにあともう4分になっちゃった。早っ、1時間。もうすぐちょっとランキングを読み始めますね。今日は夕方曇った時に公園連れて行ってたけどね、おーよかった。もうさ、夕方とかじゃないといけないよね。ワンちゃんの散歩とかもそうだけどさ、めっちゃ早朝に行くか、もう夕方日が落ちた時しか行けないもんね、夏って。本当に双子の片方初めてブランコ乗った。あ、そうなの。え、1歳で早っ、その乗れる、あっという間ですね。本当にあっという間だった。今日昼寝しすぎて寝れないなんだよまああるあるだね。でもわー、スカムさんお花の花束ありがとう。トモチンさんまたハートいっぱい、やった、ありがとう、いっぱいいっぱい。抱っこしてね、あー抱っこしてね、さすがにねお昼釣りしてきた。暑すぎた。いや、お昼は暑いでしょうお昼は暑いですよ、そりゃ、そりゃ暑いですよ。早いな、髪染めてたら終わっちまったよ確かに夏いつ外出ても空気がムンムンしてるから外出たくない。確かに、もう朝も夜もなんかもう空気がさ、もうなんか日本の夏っていう空気してる。湿気と、なんか湿気がすごいよね、本当に夏、日本の夏って。なんでこんなに湿気すごいんだろうね。おお、チョコミルさんハートありがとうございます。トモチンさんがいっぱいハートくれてる、嬉しい。みゆちゃんの配信行くの？あ、みゆちゃんの配信見たことあるっけ？ないかもしれない。チラッと行ってみようかな。でもささっとお風呂に入って寝たい気持ちもあるんですね。まあ、ちょこっとだけ見てみようかな。さとかちゃんさん、こんばんは、こんばんは、ごめんね、来てくれてありがとう。もうすぐ終わるんだ。やびちゃん推しの方ですね、おそらく。眠気に耐えられなくて3時間くらい寝ちゃった、寝ちゃってた。あー、いや、でも眠くなるときは寝ないとね台風来るかもだから気をつけないとだね。え、なんか来るらしいね。なんか全然情報知らないんだけど、大阪って来るの台風。おめでとう、いい、ありがとうおつわかにゃん、おつわかにゃん、さくぱんさん、おつわかにゃん。もうすぐ終わっちゃうけどね。関西の方、台風お気をつけください。あ、関西の方ね、台風お気をつけください、お気をつけください。関西の方多分いっぱいいると思うので、ここには。夏は湿気多いくせに冬乾燥しすぎなので、本当にそう、本当にそうだよね。もうさあ、こんなさ、寒い日もあれば暑い日もあればさ、湿気ジメジメの日もあれば、もう乾燥カラカラみたいな日もあるのって日本くらいじゃない？どうなの？本当にさ、ちょっと激しいですね、温度差が、湿度も。スカムさんハート3連ありがとう。よし、45分になりましたので、おつわくにゃん、ともさんありがとうございます。ちょっとランキングを読んでいきたいなと思いますね。あ、チョコマルさんありがとう。おみくちゃんバラありがとう。みやびちゃんキラキラ、わーい、キムキでいっぱいありがとう。イギリスとかは島国だから日本と気候近いもんね。あ、そうなんだ、そうなんだね。いっぱいみやびちゃんがキラキラ送ってくれる、やったよし、ランキング読みまちよ。ちょっと待ってね、よいしょ。ワッフル買ってきたのに、せっかく夜ご飯食べたすぐあとでちょっと食べなかったな。でもちょっとお風呂上がった後、私いつもお腹空いてさ、絶対なんか食べてるんだけどさ、お風呂上がりに食べそう、あとで
今日の13位、チョコメルさん、おめでとう、ありがとう。はい次ですね、12位、よいしょ、あら、お昼の12位も同じ方ではありませんでしたっけ。はい、12位、岸田みやびさんお昼に続きありがとうございます。壇上に登っていただいてありがとうございますは、あ、ハートが消えちゃった、よいしょ、11位、はい、11位は、ちょ、あ、ちょっと待ってね、11位、みーたんさん、あ、ライトが、ありがとう、ありがとうございます。続きまして10位ですね、10位は、はい、10位はナリーさん、ちょっと字がちっちゃいな、ナリーさん、ありがとう、ありがとうございます。はい、よいしょ、9位ですね、よいしょ、あー落ちちゃった、よし、9位おみくちゃん、ありがとう、バーイ、 OK、 そして、あー落ちる落ちる、よいしょ、8位、ケイタさん、ありがとう、ありがとう、よいしょ、7位、はい、7位はスカムスさん、ありがとう、もうカラコンが乾いてきて目がシパシパしております、今、あ、よいしょ、1、2、3、4、5、6、はい、6位、9、3、ちょっと U がおかしくなっちゃった、ありがとう、で次は6位、ちょっと字を大きくしてみました、5位、のめたさん、ありがとう、はいあれ、ランキングが変わってますねランキングが変わってますね、さっきも書いた方がまた上に上がってきているあれ、さっきもいたな、さっきもいたな、4位にまた岸田みやびさんが上がってこられました、ありがとうございます上がってきた濃いね、あ、またハート消えちゃった、3位、3位はともちんさん、ありがとう、はい、
嬉しいですね。お昼も来てくれて、夜も来てくれて。よいしょ。2位は？2位はアップルパイさん。わーい、ありがとうございます。2位だ、わーい、わーい。なんか紫のハート増えてるけど、これは誰の紫のハートなんでしょうか。気になりますね。気になります。はい、今日の1位は？1位が、おぉ、ちょっと待ってね。はい、本日の1位はてってーん、パルさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。1位の人だけはピースをしますね、毎回。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はランキング順位変動で漏れてる方はいませんかね。松若にゃん、こんばんは。こんばんは。ごめんね、もうすぐ終わっちゃうの。あ、ちょっとちょっと、今日は8位逃した。いつも8位だもんね。ゼロさん、ハートとキラキラ、わー、いっぱい、ありがとう。みやびちゃん4位じゃん。めちゃめちゃ上位。2回書いてもらうの、一応書いた。ラブ。あ、ラブだって。ラブだって。はーい。いつも名前書いてくれてありがとう。いいえ、こちらこそいつもいっぱいありがとうね。来てくれて、送ってくれて。パチ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 。かわいい。わー、かわいい、ありがとう。いいえ、また来ます。いいえ、ヘッダーしていいですか？いいですよ、可愛いお顔のにしててくださいね。今日も配信ありがとう。ゆっくり休んでね。いいえ。てか今日からスクショタイムを作ろうと思ってまして、みんなスクショして、ねえねえ若にゃんのハッシュタグで載せていただきたいんですね。広めていただきたい、若にゃんを。ただちょっと今日はあまりちょっと前髪が綺麗じゃないんだけど、まあいっか。なんとか入れた。こちらこそありがとうございますから、どうしようかな。いつも乗せます。広まれね、広まれだよ。どうしようかな。はい、ワンポーズくらいしとこうかな。どっちがいいかな。どっちでいいか。バカニャンポーズですね。バカニャンポーズこっちか。まあいいや、終わり、今日は終わり。可愛いのが撮れた方はハッシュタグねえねえわかにゃんで載せてくれると嬉しいですので、よろしくお願いします。それじゃあ、かわかにゃんだって、わーい。可愛いね、またツイートしてきます。よろしく、お疲れ様でした。そうでした、ありがとう。初めて載せます、よろしくお願いします。今日は友達でも普及しておいて、ありがとうございます。たくさん撮りました、ありがとうございます。特殊くらい、ありがとうございます。じゃあみんなありがとうね、来てくれて。ゆっくりおやすみなさい、皆さん、お疲れ様。じゃあね、また明日、多分明日からもお昼やりますので、来れる方はよろしくお願いします。じゃあね、おやすみ。みんなありがとう、また来てね。